チャオ、あーちゃんです。今日ね、久々にネイルでもちょっとね、綺麗にしましょう。マニキュア塗ります。ペディキュアとマニキュア両方塗ります。まずね、足やった方がいいよね。足やった方が足からやった方がね、手が乾く前にやった方がいいもんね。ちょっと塗りますね。意外とね、こうペディキュア塗るの苦手やね。ペディキュア違う、マニキュアのあっちゃ苦手やねんけどね。ペディキュアとか塗るのさ、塗ってたらあちこちしつくんよね。足の行悪いんやろね。ヒール違う、さっきサンダル履くから絶対塗った方が可愛いやん。でもあっちゃんのサンダル赤やから、赤塗るより違う塗った方がいいんかな。まあいいや、赤く可愛いしテンション上がるしね。あ、はみ出した。まあいいや、なかなかね、塗っとるとこうまく写されへんから、どうしたらいいんだ。これどうやって写したらいい？よいしょ。ティッシュ。はみ出しちゃったよ。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。かわいい。かわいいでしょ、あっちゃんが。やかましい。はい、ごめん。調子に乗ってます。はい。さあ、これ足をどこ置くかやな。足その辺置いてたらね、あちこちひっついてさ、汚れちゃうよ。なんで塗ろうかもって書いたらね、右のね、親指の爪がね、半分ってことないけど、ちょっとだけ剥がれたん。で、血みどろになったんよ、昨日。痛かってん。だから、まあね、ペリケン塗っといたらちょっとはね、保護するかなと思ったり、ね、で、血みどろになってさ、内出血したみたいになってんの、爪の間。あまりにもちょっと、見にくいから塗っといた方が、見た目ね、自分でもやし、人が見ても、まあ人、そんな人の足の爪なんか見えへんやろうけど、なんか嫌やんか、目に入んの。血、爪とね、足の肉の間に血だまりみたいな黒いのが残ってんのよ。嫌やんか。生々しいこと言うなって。痛かったん、昨日ガーン引っ掛けてさ。こうペディキュアってそんな人に見せたりするもんじゃないけど、なんかこういつもあっちゃん裸足で生きてるよ、生活してるからテンション上がるんよね。なんかいいわと思うね。では爪、手を塗ります。あ、この色綺麗な。ほんのりね、ソリッドのピンク、メタとかパールとか入ってないピンク。まあ、ムラを出さずに塗るのは難しいよね。親指がね、なんか昔ね、指詰めてね、悪いことしたんちゃうで、悪いことしてて指詰め刺されたんちゃうで、車のね、部品とボディとの間で指詰めて、何回か同じとこ詰めて、で、爪が変形してね、次が生えてきても同じとこで変形するよって言われてて、親指ボコボコして綺麗やね。かわいくなった。ええねんか、逆、左手で塗るのがすごい苦手でさ。
ちゃ右利き、バリバリ右利きやからさ、まあ、左はね、あのお箸使うのと、でバット打つの、バットってあの野球、あーやばい、つけすぎた、あのバッティングだけは左でできんねん、かっこええから練習してんけどね、ピッチングはね、投げるのは無理、結構左手は不器用です。だから左手不器用やからギターとかピアノとか弾かれへんねん。はい、ピアノもね、右手でしか弾かれへん、左手がちゃんと動かへんねん。だからジャグリングもできへんねん、左手は不器用でございます。ないかな。はい、ね、こんな感じね。あんまり触るとムラになる。こんな感じ。かわいい。ちょっとテンション上がるね。たまにはね、こういうことをしないとね、女の子やもんね、うん、ということで、ちょっとマニキュアをとペディキュアを塗って、うん、はい、こんな感じ、うん、あんまりね、こう足上げて見せるもんじゃないもんね、女の子はね、はい、あとはこれをちょっと乾くまで置いといて、あのピュッて入れたら乾くやつあんねんけどね、出していくの忘れて、もういいわ、こうやって自然乾燥しとくわ。手首の運動って、はい。たまにはこういうのいいですね。あ、ツヤ消しになるんや、ピンク。ツヤが引けてきた、ほら。ちょっとパール入れてもいいかな。また今度しよう。久々にね。めっちゃ久々に、ネイル塗りました。はい、マニキュアを塗りました。はい、ということでね、またね、ちょっと秋に向けて女の子らしく磨きを入れていって、お出かけとかもして、うん、ね、ウキウキワクワクしてお出かけしたいと思います。うん、ね、恋をしてるじゃないよ。恋をしたら女の子は綺麗になるもんです。だから恋しやなんかね、うん。だからかっこいい人探さない。ことでね、うん、まあ、そんなこんなんとはどうでもいいねんけども、うん、まあね、かっこいい人を探して恋をしてまだ見ぬかっこいい人に恋をしながらね、女を磨いていきたいあっちゃんでした。はい。まあそんなことはどうでもいいねんけどね。はい、いうことでね、ちょっとこう、ネイルケアをして、あれか、あ、カメラがおかしい、うん、まあ、こうやってね、ちょっと乾かして置いときましょう。喉が渇いた、なんか飲みたいんだけど、飲み物持ってきゃいんだな。お茶が飲み終わっちゃったんよ。はい、まあ、ちょっとだけね、今動かれへんしね、こうなんかこう飲むのに手ぐらいで動かせられるからと思うけど、目の前に飲み物がね、お茶も飲み干しちゃったのよ、コーヒーも飲み干しちゃったのよ、どうしようかにね、うん、で、もうちょっとこう乾かしとかなあかんねんけど降ってもしゃないってなんか降って早く乾くような感じせへん、せへん。でも足がすごいわ、赤でもこの赤のとかよかったかな、あんまり激しすぎるよね、これぐらい方がいいよね、うん、かわいい、うん、はい、これですぐね、ボンってどっか引っ掛けて傷生かすんよね。はい、ということで、まあ、今日のあっちゃん、マニキュア塗ってちょっとだけテンション上がって、ウキウキワクワクした、8月19日日曜日の朝でした。はい、ということでね、この後ね、またね、旅プラ見ようかな、今日はね、具志堅チョッチュとね、セインカミューが屋久島に行ってね、うん、口コミ旅結構好きでね、これよう見てんねんけどね、うん、
あ、だいぶ乾いた。まだちょっとここわかんな。左、右手が最後に塗ったから一番乾いてない。足は？足もいけるいける。足大丈夫。うん。ということで、ちょっとね、動けやすくなった。あと右手だけなんでね、うん、乾いたらまた何かちょっと飲み物飲みたいんで飲み物取っていきましょう。はい、ということで、今日のあっちゃん、美容系 YouTuber として嘘つけ、はい、ちょっと可愛く作ってみました。じゃあメイクもしたいんだけどね、どこも行かへんのにメイクしたらね、なんかお肌に悪そうな気がするんで、はい、今日はまた、お家でゆっくりするんでいいです。メイクまた出かけるときメイクするんでね、その時見てくれたら嬉しいです。はい、ということで、まだ9月になったらお出かけ増えるんでもうちょっと待ってくださいね。でも今月ね、8月の末はねまたちょっとお出かけするんで、うん、子供がね宿題終わらんと、お出かけしないってもう言ったから、宿題終わったら約束通りお出かけどっか連れて行ってあげようと思って、行きたいとこピックアップしときって言ってあるんでね、うん、だから 2,3 箇所どこでもいいよ、うん、もういや1週間どっか行きたいって、1週間でもいいよってラストスパート頑張っときゃもうそれでどっか連れて行ってあげるよって言ったんで、うん、まあ、それでね、まあ、子供の要望通りどっか連れて行ってあげられたらな、うん、あっちゃん的にはちょっとね遠出をしたいねんけどもね、うん、まあその辺子供との協議の上で子供と話してね、いいとこ行きたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんのネイルケア、の動画、ほとんどネイルケアして塗っとる自分が映ってるというね、変わった動画になってしまうんだけどね、こんな感じに仕上がりました。ということでテンション上がったあっちゃん、この後、また何かしたいと思います。ではまたね、バイバイ。たまにはこういうねネイルケアをしてるあっちゃん動画いいえと思ってくれたら高評価を、またリクエストとかね、こんなんしてとかいうのがあったらコメントにください。ではまたね、バイバイ。チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。